これ美味しくない？ここもうやばくない？これはい、どうも武器です。ということで今回なんですけど武器紹介になります。紹介していく武器はどこだ、これですね、バー、はい、こちらになります。この武器なんですけど、特徴としては AR の中で TTK 最速と、まあ一番火力が高いよっていう感じになってます。ただその代わりにエイム速度とかもめちゃめちゃ遅いんで、まあとにかく高火力の武器を使いたいよっていう人にはおすすめできるんですけど、まあ、ガンガン前線に出て倒すっていうよりはちょっと一歩引いてね、敵をなぎ倒していくっていう感じの使い方になるのかなと思います。で、カスタムはこんな感じなんですけど、まだね、レベル62なんですけど、まあ、多分俺は70マックスレベルになってもこのカスタムを使うとは思うんですけど、変えるところがあるんだとしたら、このリアグリップを、今これエイム速度上げてるんですけど、これワンチャンスティップルにして、まあ、反動制御気になる人とかはね、まあ、こっちでもいいのかなとは思います。はい。まあ、そこら辺はちょっと好みですかね。意外とこの武器反動強いんで、はいはい。まあ、そんな感じです。で、これね、俺使っててすげえ思うことがあって、これマガジンで威力上がるやつ、これが出るまでマジで地獄だったんですよね。これ何レベルだっけな ?53 だっけな ?50 何レベルぐらいでこのマガジンが解放されるんですけど、これが出るまでは正直これもうマジのゴミ武器だったんですよね、この武器って。だけど、これ威力上がるマガジンつけてからもう本当に世界が変わるぐらいバケモン武器に変貌したということで、まあ、ぜひともね、高火力武器とかが好きな人はね、使ってみてほしいかなと思います。はい。で、まあ、武器紹介はこんな感じなんですけど、最近ね、俺の動画のコメントで、なんか BGM がね、ちょっとうるせえな、みたいな感じの、コメント来てたんですけど、割とね、俺そうやって自分のね、動画になんか指摘してくれる人、すごい嬉しくて、だから俺の声がなんかでかかったりとか、ゲーム音なんかちっちゃいとか、なんかいろんな細かいことなんでもいいんで、よかったらね、気軽にコメントしてくれたら、参考にね、動画作りしていこうと思いますので、よかったらね、そういったコメントもお待ちしてますよっていう感じです。はい。まあ、そんな感じでね、動画の方をご覧ください。どうぞ。はい、ということで、マッチングしました。よろしくお願いします。今回はこのバーをね、使ってハードポイントやっていきましょう。まあ、そうだな、上から行ってみるか。バーはね、強いね。こう、エイム速度遅いから。ガン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 とつるっていうよりもし、パリとエイムをして、敵が来そうなところをね、お、いたね、今。こうやって倒していくっていうね。待って待って。あ、さ、扉の部分さ、やべ、あ、死んだ、最悪。扉なんかさ、開けにくいよね、なんか今作。ダッシュで破壊みたいなのあるけど。嘘でしょ？どういうこと？外周回ってるやつ。強い。あぶねえ。ちょっと待って。まあ弱点もあってキルタイム半端ないけど、M 速度遅いからさ、なんか結構立ち回り的に考えてやんないと。あ、いつもみたいに脳死で突っ込んでみたいなやり方はできないっすよねって。あぶねえ。やべ、真上にいる敵。おわ、ナイス。リロードして、おお、美味しい美味しい。さあリロード、間に合うか。うわー、間に合わねえな。くそ、あれ犬出てなかった、ミスった。ちょちょちょ、邪魔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 。嘘でしょ、嘘でしょ。危なかったけど、いるね、なんか。おお、ナイス、オッケー。いやー、くそ、戻ってきたか。え、これ今俺弾20発のやつ使ってるんだけど、レート遅いからさ、結構、まあ、意外と継戦能力があるっていうね。うわ、マジか。おい、ナイス。OK。あとね、この武器結構使ってて思うのが、一発の威力半端なく高いからさ、二発キルではあるんだけど、やべ、犬出されてる。二発キルではあるんだけど、敵がローになったりしてたら、なんか一発で、やばい。わーお！
おー、なんかラグラグラグ、うっそマジ、打ち合ってる時のパケロスはマジでない。つかさ、俺だけなんかな、このゲームさ、めちゃめちゃ俺パケットロス発生するんだけど。発売当初からずっとなんだよな。うわ、いたんか、ミスった。実は最近俺マウス変えて、マウス変えたばっかで、今ちょっとその新しく変えたマウスで初めてやってんだけど、結構いい感じっすね。 NP01S ってやつを買ったんだけど、今まで G プロワイヤレススーパーライトってやつを使ってたんですけど、まあなんかちょっとね、新しいマウス使いたいなーと思って最近買ったんですけど、なかなか調子いいですね。結構ね、このデバイスを変えたりすると、なんていうかな、テンション上がって、FPS モチベが結構上がったりするんですね。これ美味しくない？ここ。もうやばくない？これ。嘘でしょ？いや、なんも見えねえ。裏来る、これ。まだ来るっしょ。おお。わーお、よく見てた今の。いるね。あっぶ、今のやれちゃう。たまない。こっち来そうだ。あぶね、いて。敵だあれ。わーお、やっぱこういうね、室内戦とかになってくると、まあ正直そんなに強くはないんだけど、逆にその室内に入ろうとする敵を倒していくっていう感じで、あー強えなそれ。伏せてるやついたね。はっ、わーつー、もうでもいい、俺もういいからね、俺もう一発撮りしかしないって決めてるから、俺2本以上絶対撮らないから動画。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。バー使ってみました。これ時間大丈夫かな、8分いったかな、これ。うわ、最悪なんだけど、マジで。マジで最悪。しかも、キル数もわかんねえしな。めっちゃ調子良かったっていうか、めっちゃ普通に、いけてたのに、もう最悪だよ。ということでね、まあ、100キル以上ね、することができました。まあ、よかったらね、皆さんも真似して使ってみてください。それでは、お疲れ様です。